んばんは。始まりましたよ。わー、久しぶりです。こんばんは。おっす。わー、みんな来てくれありがとう。おっす。なんかすごい笑ってる外で。あ、びっくりした。こんばんは。みんな今日仕事でしたか？うん。今日は打ち上げじゃー。そうなんですよね。いや本当に久しぶりの放送で、2月ぶり？あれ？2月あったっけ？いや2月なかった気がする。1月ぶりですね。そんな放送で、え、仕事帰宅したばかりです。仕事中。仕事でも、まあ、見れる、あ、見れないか、携帯で見れるんですよね。わー、なるほどね。テレビ見ながらアメステ見てる。あ、すごいですね。もうつわものがいますけども、じゃあちょっとここでアメステの説明をしたいと思います。1月末ぶり。わー、元気だった。元気だったよ。あ、どうも、河村ゆいです。こんばんは。アメステージは私たちとファンの皆さんが一緒に遊べる参加型の生放送です。一緒にアンケートに答えてクイズを楽しんだりしちゃいましょう。クイズやろうか。じゃあ今日もね、ちょっくらクイズをやりましょう。アメステージはギフトという機能で放送を盛り上げることができます。スマホの方は画面右下のボタンを押すと表示されて、パソコンの方は画面下に常に表示されているそうです。わかりますかね。わかるかな。いろんな機能があるみたいなので噛んじゃった。いろんな機能があるみたいなのでぜひチェックしてみてください。じゃあスクショタイムしますって。まあスクショタイムをあえてしなくてもいい感じのところでちょっとツイートしといてくださいね。もうこの放送も12回ってなるとやっぱね、こうラフになりますよね。だって12回だよ。もう1年ぐらいやってるってこと？いや、そんなことないか。1ヶ月に2回ぐらいやったりとかしてるから、まあ半年ぐらいですね。早いな、あっという間や。へい。ねえ、まあそんな感じで、まあ、今日も会議室からお届けしてるんですけど、後ろにホワイトボードがあるね。みんなよく気づいたよ。多分これ勝手に使っていいから、まあたまにね使いますよ。12回。そうなんですよ、記念すべき12回目。そうそのうち何回画面から聞いたんだ。そう、お絵描きもできますので今日は、そんなのも任せてください。はい、ということで、1ヶ月ちょっとぶりなんですけど、何か質問がある人、何が聞きたい、何の話がしたい、もうたくさんあると思うんだけど、いた結構いろんなね、まあ、舞台だったりとかもイベントとかも出たりとかしてるから、そこでまあね、握手会っていう制度がもうないですからね。そんなにこうすごい喋るとかっていうのもないですし、握手会ってすごい画期的だったよね。だってこの前もなんかそんな話になったけどね、え、一対一で喋ってたんだよね。舞台の話から聞きたい。そうね、もうね、やっと、まあ、3連続だったんですよね。まず舞台を大きくこう言うと、11月からかダディフーバカバカから始まって、その後12月の東京のペインで、もうすぐ稽古が始まって2月の戦国バサラだったんですけど、いやー、なんか作品ごとに全然違う空気感だったなとは思う。もう特にもう本当に一番最後最近やった戦国バサラは、いやーもうね、終わるって思ってなかった。終われた、やっと。そうなんですよ。ありがとうございます。バサラ良かったよって。
そう、バサラやりました。なんか1月の末ぐらいの放送で、いやもうあんま言えないんだけどみたいな、ちょっとまあ稽古が大変だけど頑張ってますみたいな、すごい濁してたんだけど、マジで毎日怒られてて、稽古は全然違うんだもん今までと。だってって言っちゃいけないから、11月は会話劇でしょ、で12月はよくわかんないけどヒロインみたいなさ、ちょっと可愛い役やんなきゃいけなかったし、なんだったらちょっと10代みたいな、でそっからなんか人間なんだけど人間じゃないみたいな役をやるのがすごい自分の中でどうしようみたいな、久しぶりになんかこう非現実的な人間をやるみたいな、まずそこでこう自分で、ああってなったし、で、まあ盾もね、初めてやったんだけど、普通のまあ剣かなとか思ったら重いんだよ、すごく。なんか見た目よりもすごい重くて、多分あのキャストさんの中で3番目ぐらいに重いと思う。いやすごいね、やっぱね筋肉隆々な方がたくさんいてね、その中で重い毛を持ってる方いたんだけどさ、いやめちゃくちゃ重かった。なんかねもう一回り、もうもはや筋トレ用に剣があったんですけど、もうそれはもうヘルニアやりますねまたぐらい重い。もっと私が何年、1年ぐらいかけてマジでもう超筋トレしてなんか人間離れするマッチョになったら、あれを刺さって触れるんだと思うっていうぐらいの重さだった。一番ガリガリなのに。そうだよ、そう、なんかだって洗剤の時にちょっと太ってって言われたぐらいだったから、まあ頑張ってご飯食べてたからちょっと太れたんだけどね。最近メンバーがよく剣を振ってる。あ、そうなんですね。いや私剣なのかな、あれなんかすごい重い棒だったね。そうなんですよ。あ、でもねもうね取れちゃったけどね、この辺の筋肉やばかった、一時ここにすごい筋肉たくさんついてびっくりした、鏡前で見て、何この筋肉みたいな感じで、でまあそんな盾もあったし、まあ、あ、今日乾杯するって言ってたね、そういえば。全然ねお酒じゃないけどなんかジュース買ってきたんですけど、まあコーヒーもあるよっていうことで、私コーヒーで乾杯しようかな。ちょっとみんなお仕事お疲れっていう感じで、どう？ちょっと、え？みんなお酒飲みますか？もう、そう、私もコーヒー一応仕事ですから、じゃあ行きますか。そう、1ヶ月ちょっと空いちゃったんですけど、すごいねここのねアメステージでね、たくさんねバサラをね応援してくれたの。もう梅子だったら大丈夫みたいなコメントすごいいっぱいもらって、ここで勇気づけられたんで、今日ちょっともうここで乾杯しようかなって思ってコーヒーでいい？じゃあさ、乾杯って打って、いきまーす。水でいいよヨーグルト、乾杯。コンビニのコーヒー4。わー、すごい嬉しい、ありがとう。乾杯、イエー、おー、ありがとうごめんね、なんかちょっと全然なんか話が多すぎて、なんかいろいろ話したくて全然まとめられてないけど、話が、そう、いや終わったんです。あのね、いやもうほんと、もう今盾の話もしたんだけど盾の話もしたけど、あのね自分的になんかね男性が多い現場っていうのもね初めてだったのよ。
だって、まあ、歩いてみやがれとかその辺の舞台とかやったりとか、まあ、アイドリングもそうだけど、あ、ありがとう、最後のシーン感動したよ。そう、あの女子ばっかが多いんですよね、私の現場って。最近今坂っちがそうなんじゃない、結構女子多めでしょ。どっちかって言ったら数えると女子多めみたいな。でもなんか男性多めみたいな。であんまりそういう現場ないから、もう結構どうしよう、なんかもうチェチェチェみたいなが揃ってたら私もう会話できないわと思って、ウェーポッポッポーとか言われてさ、バカバカもそうなんだけど実際、あもうなんかウェーよろしくヘイみたいなのが来たらもう私もうやっていけないわって思ってめっちゃ怖かったの最初いや私そういうノリじゃねえなみたいな。そうそうそう、で最初なんかまあどんな人か分からず、でシーンごとの稽古だったから、まあ、このシーンで何時から、あのシーンで何時からだったから、まあ、会える武将と会えない武将といるわけで、だからなかなかこうみんなと仲良くすることができなくて、でやっぱり私結構ね今回こう頑張って心を開いたつもりだったんですけど、やっぱねこう自分のこう なんだろう、初めての立てとかでも自信がない部分が多かったから、そう、それでなんかちょっと緊張してたみたいで、若干自信がないみたいなあるじゃないですか人間そういう時、あーもうどうしようみたいながちょっと伝わっててイケメンに囲まれて毎日ウキウキしましたか、嫌だよそんな生活でもね、そうそうそう、で全然喋れなくて最初もうどうしようみたいな、いやだけど稽古中に一人なんかねちょっとしたものを壊した人がいて、なんかそれで一回笑ったの私が、したらなんかみんなとやっと打ち解けられるようになってっていうか、なんかやっと現場で笑えた瞬間だった、もうどうでもいいことで。それでなんか年上の人とかがこういっぱい喋ってくれるようになってみたいな、最初はねそんな感じだったけど、でも今は全然もうみんなと喋れますし、あのねすごい自分が誤解してたなって思った。もうウェイウェイウェイテイテイテイホーホーホーみたいな、何も考えてませんポーポーポーみたいなイメージだったんだけど、もう最低でしょ。いやでもそういうイメージはちょっとあって、だけどほっと真面目だったみんな、なんかわかる、あわかんないかな、なんだろうなんか明るいみたいな、すごいなんかノリがすごいパーティーみたいな人たちが多いのかなとかって思ったの。あそうそうパリピーみたいな感じなのかなとか思ったけど、え全然もう超真面目だし、もう体育会系、そう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 、本当に、はあ、私はアニメとかドラマの見過ぎだなみたいなそう思いました。すっごかった、みんな真面目でみんないい子で、なんちゅう現場だと思った、なんかもうみんな世界遺産だったっていう感じかな。世の中にそんなパリピはいないよ、本当だね。いやだからすごい毎日も勉強になったし、あこういうお仕事したいなとか、なんかいっぱい刺激もらいました、すごいなと思って。だからもうほんと、もうもはや自分がクズのような感じだったよ、もう。なんだったらね、途中でね、鳥にうんこかけられるしさ、帰り道、稽古の。もう私、うんこみたいな人間かって思ったもん。うん。でもね、こう勉強させてもらえたおかげで、きっと次に頑張れるだろうし。うんついたでしょ、うんついたよ。いろいろ犠牲にしても、
うん、着いただろう。いや、そうだよ。運がいいよ。え？いいよ、もう。関谷もこの間盾やってたけど、梅子さんと盾で共演してほしい。そんなできないよ、私だって。そんなもう、ナオトラのあの盾しかできないよ、もう。いや、もう絶対笑われるもん、もう。え？川村さんよかったってなぜか来てた女性のファンの方によく言われた。ね、女性のファンの方めちゃめちゃ優しかったな。優しかったな。なんであんな優しいんだろう。いや、最初やっぱね、異空間だったから怖かった。もう全部が怖かったよ。もうお化け屋敷の気分だったよ、ずっと。全部怖かったな。でも女性のファンで優しいな。なんでだろう。一番笑ってくれたのは、アイドルとしてそんな人気なかったよって言った瞬間だね。あ、ずっと人気ないくてよかったって思った。あれが救われた瞬間だったよ、8年間の。嬉しいね。まあそんなのあってね。嬉しいな。なんかね、夏もね、またバサラやってるみたいなんですけど、まあ、私はね、出ないけど、男性ばかりのバサラ、ね、それも気になるけど。え？そんなことないよって言ってる女の人みたいよ。そこはでしょ、そこの現場はでしょ、トータル的に考えたらね。で、本当もだから、もう18の時からおばさんって呼ばれてた私の気持ちだよね。あの時はまあ良かったけど、今考えたらなんかかわいそうなことしたなとは思う。18として生きればよかったなみたいな。でもそんなもんか、そんなもんじゃ。何？フィーバーギフトが届きました。あ、フィーバーギフトあったね。そんなの、フィーバーギフトさ、みんなにほら、まあとりあえずやってみればわかるさ。はい、開始。フィーバータイム、突然来ましたよ。北島さんからフィーバーギフトが届きました。あれ、うん、サーバーとの接続、うん、どういうこと。 OK、 OK、 うん、フィーバーギフト届きました、ありがとうございます。制限時間内に スクショした数だけ全員にギフトが配られます。準備はいいですか。いいえ、私がよくありません。どうしようかな。なんかしてほしいことありますか、北島さん。なんか持ってほしいとかあるかな。こんなんあるよ。え、北島さん、何しよう、どうしよう。まあいいか、開始。ポーズギフトだって。何、キス顔しようって言って。え、もうこれ嫌なんだけど。え、もう絶対嫌じゃんこんなの。誰がするか。やっぱさ、ちょっと待って、一回落ち着こう。私アイドルなのか、こういうの求められん。あ、結果発表。あ、なかなかじゃない。全員にギフト63個プレゼント。北島さんありがとう。ただ北島さん、ちょっとこういうのはちょっとなしだわ。これはちゃうわ。え、拒否する選択肢は斬新。やんねえよ、もうもはや。え、やらないはないのがアイドリングやで。うるさいわ。じゃああなたたちやってください。じゃあこりゃ、ギフトを送ってくれたリスナーにお礼を言います。ありがとうございます。北島さんでもありがとう、フィーバーギフト。え、これ北島さんが考えたんですか、ポーズ。逆に面白かった、ありがとう。あ、そうなんだ。え、ありがとう北島さん。あ、選べるんだ。北
北島さんが選んだんだね。私がどんな反応するかって。いやもうダメでしょう。もう私ウィンクも嫌だもん。眉間のシワがすごかった。あれだよ、あのやんなきゃいけない時にやる、ちゃんとなんかそういう台本があるとか。ここはいいでしょうよ。ここはちょっとスカンペしてください。そういうのはねえ。ウィンクと迷った、やんないやんない。あったね、機種編ね。なんか懐かしいよね。そんな曲もありましたけども、私あれもう踊ったら息切れエクスタシーですよ。何言ってんだ自分は。もうこう、いやみんながこうやってコメントくれてるからそこでさあ返せるのはいいけど、こう会議室で一人だぞ。何言ってんだ自分は。ああおかしい。え？いいよもう。なんだよ、何の会話してたか忘れちゃったじゃん。あ、そうそう。でね、え？いい？もう、まさらの話して。ダメ？まだウィンクの話するかい？しつこいな。久しぶりに毒づいてんな。新曲のタイトルできたやん。そうだね、ウィンクは。え、何しちゃうかな。ウィンクは突然に？あ、違うか。どうしよう次。いやでもね、一個ねもう作ってあんだよ。で昨日アップしようと思ったんですけど、作曲の話ね。そう最近ツイッターに曲を作って載せてるんですけど、そうそんな話もね後でしようかなと思ったんだけど、いやもう最近さ曲作るのが楽しくてしょうがない。なんでもいいんだもん別に。だってすごいなんか配信してるとか、あ配信っていうかなんかそのね公式で配信とかしてるわけじゃないからさ。え？ウィンクができなくて、あ、いいね。あ、もう別に全然もうそんなの作るわ。ウィンクするのが嫌だとかそういうのでしょ。いいよね。え？おっさんのオイラでもウィンクできるのに。でも確かにね、アイドル業を怠ったよね。アイドルであったことに対して。時に。普通さ、鏡見てさ、ウィングウィング普通鏡見て練習するよね。なんかアイドルってね違ったんだな。いろいろ道草食ったな。誰がデスウィンクじゃ。笑顔の練習とかしたの。まあもともとね中学の時からアイドルだったからね。中学、小学校か。笑顔の練習講座みたいなのあった気がする、その当時。ないかそんなの。あのね昔は携帯とかそういう、え、時計が鳴ったよ、びっくりしたな。もうあざーす。すごい中途半端な時間に。これいいのこれ。おはようございます。なんか時計が鳴ってんだけど。なんで中途半端な時間、誰が起きんのこの時間。まあいっか、ほっとくよ。これ BGM ね今。なんで20時24分に、え、これ終電か。やめろ、もう怖いこと言うな。終わった。で、何の話してた。もうやだね、すぐ何の話してたか忘れちゃうな。うん、あ、そうあ、まあいいか、そんな話は。もうするなっていうことだよ。話すなっていうことだと思うから、バサラに戻れと言いたいのか。バサラね、なんかみんな楽しんでくれてるみたいで嬉しいね。
ゲーム好きなの？みんな好きなんだな。これこれ新曲だね。確かにこれ新曲いただこうかな。タイマーは突然にって突然にシリーズ好きだね。私突然にシリーズ好きだな。あ、すごい、舞台終わってからゲーム買いました。それはカプコンさんに言っときますね。笑ってくれてる奥さん、ペンドリさん笑ってる。みんな笑ってますね。よっしゃ、何褒めてくれてる。まあそんな感じで、そう、一個何、どうしよう、もういっぱい話すことありすぎてもう全然まとまってないじゃない。どうしよう、先に、まあ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 、バサバの話すると、東京終わりまして、大阪もありました。大阪めちゃ初めてでしたよ。舞台で大阪行ったのも初めてだったのよ。今までね、リリースイベントで大阪行くんだけど、だからすごい新幹線の中とか超斬新だった、自分の中でね。普通ね、まあ確かに、うん、ね、そういった大阪とか行かなきゃいけないんだろうけど、私もはこんな大きい舞台やっと初めてだったので行って、隣がセリナじゃないっていう。いつも新幹線基本番号順なんだよね。後半は坂地だったけど、それか朝日とかね、うわっつって、おまじかみたいな感じだったな。ずっと浅田ちゃんと一緒だった。姉さんとずっと一緒で、隣、新幹線隣も姉さんで、いや楽しかったな。あの方気が合うね。いやそうだよ、私たちもうアイドリング時代は番号めちゃくちゃ忠実だったからね。はい並びなさいって言ったら絶対番号順だったし、普通背の順じゃん、なんかかわいそうじゃん、見えないから、そのジャケットとかじゃなかったらね、かわいそうだったな。私の後ろの子全然前見えなかったもんね。あ、そんな感じで。いやそうだよ、囚人みたい、そうだよ、ほんとそんな感じだった。ん、梅子のスクショタイムやらないのってもう散々やったよ、さっきリクエストされて。え、そう、ご飯なんか食べましたかって、食べたよ、食べなきゃ死んじゃうからね。大阪っぽいものは、あ、食べたよ、たこ焼き食べて、お好み食べた、お好み焼き、あのね、地元のお好み焼きも結構美味しくてね、静岡のお好み焼きも結構美味しくてね、大阪のお好み焼きも好きなんだけど、結構ね静岡のお好み焼きも好きでね、たくあん入れるんですよ静岡。え、だから今度やってみて、お好み焼き作るときにたくあん刻んで入れてみて、超美味しいから。だからもうそれもね、絶対ね、なんか大阪で食べたお好み焼きもたくあん入れたらもっと美味しいとか思った。たくあんだよ、サラダパンじゃないよ。愛媛だけど、え、愛媛なの、愛媛なの。あれ、あ、そう、愛媛なんだ。え、パンにたくあん入れるの、こわ、知らない。そうなんだ、急いでて何も食べずに帰ってしまった。そっか、なんかね、うん、結構自由タイムがあったからね。ご飯はね、ずーっと姉さんと一緒にいたけどね。ただそう、なんかホテルでね、アイドリングのスタッフさんに会ったの、びっくりした。えって言って、こんなとこで会いますみたいな、めっちゃ久しぶりですねみたいな感じで喋って、びっくりしたな。あれ、あの何、番組のスタッフさんとかじゃなくって、
ポニーキャニオンの方だから。お、そう、ポニーキャニオンの方だったから、うん、握手会とかそれこそそういうのでお世話になったスタッフさんに会ってびっくりした。しかもホテルで会ったの。って言ってびっくりみたいな。そうなんですよ。あ、あの人ねとか言ってめっちゃ知った感じです。え、いや結構変わってるから、いろんな人がやってたりするから。そうなんですよ、びっくりしましたけどね。まあそんなもんでいいかな。まだね、いろいろね、本当はねバサラに対してねムービーをたくさん持ってるの私。でもまだね出すタイミングをね見失っててね、あとちょっと編集してないからね、そうまだ載せれなかったりするんですけどね、まあ、忘れた頃に出すよ。まあとにかく終わってよかったよ。しかもあーじゃなくってなんかすっきり終われたからよかった。楽しかったっていう気持ちも湧いたしね。大変なんだろうなって思ったけど、全然楽しかった。よかった。オープニングだけ超緊張するけどね。オープニングクソ緊張するんだよ。あれもうだって噛んだら終わりじゃんもう。で私一回オープニングで転んでんのよ、ゲネだかなんかでグキッとか言って。いや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 、ね、あの素敵なあの激しい曲がかかってる中グキはないわみたいな。で一回さ大阪のさオープニングでなんか車幕がさーみたいな、私の時にあのその映像が流れるからさーって閉まるんだけど、あまりにも車幕が早すぎて一回車幕の後ろ隠れそうになったよね。あれバーって前出てかなきゃいけなかったのに、マジ車幕避けたもん。懐かしい。ああ面白かったねあれね。先生に車幕危なかったねって言われた。そうなんです、危ない、私足遅いからね、前行かなきゃいけないのに全然ダメですね。そうだよ、グキッとなった瞬間マジでもうギャグになっちゃうからね。そうなんですよ。まあそんな感じで終わったんでよかったですわ。本当ありがとうございます、皆さん応援してくださって、たくさん応援してくださった。でそうだよね、さっきもね曲の話になってて、みんななんかみんな曲の話もしてくれるからすごい。ツイッターとか見てくれてんのかな。まあすごい、私の瞬きってさ、瞬きできないんだね今思った。ちゃんと目つぶれないんだよな、なんでだろう。ありがとう、嬉しい、よかった、やっといてありがとう。そう、さっき曲の話出たけど、なんだっけ、アラームは突然にだっけ。ありがとうね時計。俺言っといたけど、そうだからね、すごい悩んでいた。今すごい足ぶった、すごい今ねいろいろ考えててさ、なんか結局自分がさ何したいかってなった時にさ、あ、何したいかっていうか、どんな歌が実は歌いたいかっていうと、そう、もうその通り、変な曲なんですよ。だから当時カニコってあったじゃん、カニコっていう曲があったんだけど、すごいカニ食べるとめんどくさいけど、ちゃんとこう食べるときめんどくさいけど食べたらめっちゃ美味しいんだよ、だからすごい食材なんだよみたいな。そういうなんかね面白い感じの、でもあれはもう本当になんかすごいねちゃんとした曲なんだけど、楽しい曲がすごい好きで、でまあもちろん歌ってね本気でこう段階踏んでいくものなんだけれども、やっぱねどうもね変な歌が好きでね、変な歌っていうかありのままのこう歌詞が好きでね、
だから一応ハッシュタグ歌日記でやってるんだけど、本当にあった出来事、自分の周りで起こってることって、今のアラームもそうだけど奇妙なことが多いから、まあ、これは日記だけで、まあ、私いつも日記つけてんだけど、日記だけでこうとどまるのはちょっとなんか、なんだったら歌歌いたいんだったら歌にしようみたいなね、結局はお笑いによるみたいなこと言われちゃってるけど、いや別に笑いとかでも何でもなくって歌メロがクソ、そうなんですよ、何でもなくって事実を歌っているっていう、そうなんですよ。だから別にギターも、あ、そういう歌歌っちゃってんだけどね、もうアップしますけど、ギターもね別に、なんだっけ、あれ独学なのよ結局、別に習いに行ってもないし独学でやっていてみたいな、そうで全然上手くなろうと思わなくって、ギターの上手い人にかなわねえと思った瞬間があったから、当たり前だけどもう全部そうなんだけど、だったらもう自分のオリジナルでやろうみたいな、で上手いとのが必要な時は上手い人に任せればいいんだみたいな、人は一人で生きていけないからねみたいなところですごい自由に弾いてるの。だからギター弾いてる時も何もマニュアルとかにとらわれてないから楽しいんですよ。弾けるコードしか弾いてないとか、抑えられるものしかやらないし、で全然もうストレスにしたくないんですよ何でもかんでも。おい、ちょっと待ってくれ、パパに頼もうじゃないんだ、お父さんはもう今働いてるからよ、普通の会社員だ。そうだから、あ、もう自分のやりたい、やりたいっていうか、そういうのが歌ってて楽しいんだなって思って、でまあお仕事で多いのが今舞台とかだったりするから、でもまあ歌とかを、まあ、ストレスにしたくないっていうのも理由もあるし、だから結構趣味程度、趣味みたいな感じでやっている時の方がすごい楽しくて、うん、でもいつかこの趣味が、もう趣味って呼ぶことにしたんだけど、趣味が、はあ、現実的になってみたいな、なんかほらギター、このギターとかこの歌を聴いた人がお手伝いしてくれるようになってとか、なんかもうちょっと何、なんつうの、お掃除掃除きれいにしてくれてみたいな、だって私あんなギターね、人に聴かせられるギターでも何でもないからさ、そうそうねって思ってるんだよ、ごめんね、うまくまとめられなくって。だからねちょっとね、まあまあもちろん作ってくんだけど、今すごい人前で弾けるようにミニギターとかも欲しいよね。なんでかっていうと持ち運び重視だね、重いんだギター、あれストレスだ、ストレスフリーにするにはミニギターじゃね。そういや、ウクレレじゃないよ、ウクレレって同じギターと、もういいんだけどね、音が鳴ればなんだって。そうなの、ウクレレ違くないか、ウクレレ気味でええよ、エレキとかそんなかっこいいないで、とんでもねえ、そんなもんなんかペッペッって持てるやつがいいじゃん、でちょっと歌いやすって、ペッペレッペッペッみたいな感じで歌えばどう、あねえ、やっぱ弦4本だよね、え全然三味線むずくね、なんでそうなるかな、ちょっと誰かちょっとミニギターの情報ない、ないか、
そう、なんかまあそうやって楽しめればいいなと思ってやってるかな。でいつかね、こうね、こう広がってったらいいし、でしかもなんか好きって言ってくれる人がいるからすごい嬉しい。それもだから今なんか考えてんだけど、インスタとかもやってみたいんですよね。そういう動画とかも載せたいし、え、もう全然インスタっておしゃれな人がやるものだよって聞いたけど、まあおしゃれじゃなくてもやりたいなみたいな、そういう画像をたくさん載せたい。でツイッターは五七五の練習かなそんなんで使いたい。でブログは文章書くみたいな、そんなんやりたいな。 YouTube の方がいいんじゃね。そうなの。でもすごい音源変だよ私のやつ、やばいっしょ。おしゃれじゃなくてもインスタやってます。インスタいいよ。あれ、違う、まだ言ってないんですよ。何も言ってない。やりたいなっていう気持ち。みんなやってんだ、すごいね。やっぱりあれ写真見やすいですよね、インスタって。ネットでこう見れるけど、あれ理想ですよね。朝日のインスタは楽しいって感想。そうなんだ。楽しそう。あ、なおの YouTube チャンネルでこう私の歌流してもらおうか意味ない。そうなんだ。もう全然ごめんなさい、ばっかり言ってて、なんかみんなすごい知識をくれますね。そうね、まあおしゃれに載せるものもあるけど、でも大抵私無理だから、おしゃれっていうことに関しては。なぜか。でもその代わり字は書けたりとかすんのよ。あと何、私が得意なのって何、字かな。字が好きじゃだな。ね、字が好きなの多分。書いてるのも好きだし、この気持ちをこれ何文字に表しますっていうのも好きだし、字、絵は嫌いいやもうほんと絵は無理、無理かな絵は。お、やばくない、クイズコーナーやってなくない、もうこれ週一でやろ、アメステージ。みんなきついかだってさ、だって早い、時間が早い。いろいろあったんだけどね、結局。いや違う、みんなね拾いたくなっちゃうんだよ、私がコメントをさ。せっかくさここでねやる意味ってさ、やっぱコメントがあるからでしょ、きっと拾っちゃうんですよ。じゃあコーナーやろう、一回ね。スペシャルないの、何これ、ニュー、何これ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってね、みんな、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。なんか嫌いなものを当てようみたいなクイズが、ニュー、わ、ブッサイクな写真あげないで。まあこれ写ってんの、写ってないと思ってた。パーソナリティが一番嫌いそうな NG を当てるクイズコーナーです。リスナーの皆さんはパーソナリティの人柄など嫌いなものを予測しましょう。これすぐわかんじゃない、私が嫌いなものだってすぐ言うじゃん、なんて。マジかか、おい頭ちょっとプリンだな。染めに行こう。花粉の春、高温の夏、太りすぎる秋、極寒の冬、何これ、どうすればいいの、みんな答えてっていうこと。スクショは常に戦場なんです。お、頭乗せないでよ、
誰の会話か分かんないじゃん。とりあえずクイズやってみて。ちょっと、なんだろう。花粉の春、高温の夏、花粉の春、高温の夏、太りすぎる秋、太りすぎる秋、昔になったな。それこれなんかあんのかな、クイズしたらさ。ブサイクな写真あげるね。まあいいや、もうブサイクだって、なんだって自分の顔だもんな。そう、なんか綺麗な首って褒められた、ありがとう。シャンプー変えたの、どうでもいい。はい、やって早く。ありがとう梅子、かわいいよ。こういう花いつももらうな。ありがとうね、いつも花、あ、嬉しいよ。ただみんなに何これって言われる。はい、極寒かな。おお、みんなすごいね、やっぱり。うん、みんな一緒だよね、気持ちは。あ、延長してる、延長スタート。いっか、今日はちょっとぐらい延長しても。パーソナリティがこの中で一番嫌な状況は、朝3時起き、始発まで2時間、うわ嫌だね、病院待ち時間2時間、結婚式の長いスピーチしたことないね。長いスピーチしたことない。おい、変な写真載せないでよ、ふざけんなよ。もっといい写真あったろうよ。ないか、ないのか。ちょっとやっといて、クイズやっといて。このクイズの間なんか喋っておこうかな。あ、次コントサークルやるんですよね。コントサークル、あれかな、稽古あるかな。コントサークルありそうだね。稽古か、コントの稽古。菊池さんともまた共演するんですよね、これで。東京のペインでね、一緒だったんですよね。あ、行くって。あ、そう、チケットゲットできた、ありがとう、嬉しい。あ、これいいじゃん、ちょっと笑ってる顔、こんなの載せてよみんな。うん、そう、売り切れたんですよ、ありがてえ。始発まで2時間がいっちゃ嫌だ。うわ、 26% 少なかった。第3問、3問まであるよ。とりあえずやってみよう、クイズをやってみよう。そうね、うん、パーソナリティがこの中で一番やりたくない修行は、滝に打たれる、やったね、断食やってるね、玉拾いやったかな、カバン持ちやってるな。あれ、玉拾いやったかな、玉拾いやったかな、カバン持ちなんかもやってるわな、そんなの小学校の時やっとるわ。みんなやらない、じゃんけんして電柱までみたいな。じゃあノックイズだ、もうノックイズだしいわ、やっとるわ全部。嫌なんて言えないだろう、仕事だからなあ。じゃあこりゃ、私は何を言ってんだ、一人で会議室で。ああ誰が無駄に、ちょっと無駄に経験値高いとか言わないでくれる、無駄じゃないからね。滝に打たれる、断食、懐かしいな断食。のクイズも頑張ったな、なんかアイドルのやることじゃないってね、もうみんな今やってるっしょ。これだな、もう私は超絶超絶つらかった、これが。ですよね、私お仕事で初めて泣いた仕事だったな、これが。痛いんだもん、いや寒いじゃなく痛いの、ずっと体中全身冷たくてみたいな。いやーもう、な、何これ何、おい不正解を。まあそんなもんか、ありがとう、すごいねみんな。ちょっとやってみました、ニュータイプのクイズでした。いやそうだよ、修行ばっかしてるよ、ほんといい加減にして。なんでもっとさ、ほら切れ動画やってみたかったよね。でもそっか、キス顔とかしなきゃいけないか、そうだよね、ちょっとそういうとこ怠ったからいけないんだろうな、きっと。恥みたいに覚えたね、うん、よくない。滝はつらかったな、あの時期がつらかったもんな。今でも覚えてるって相当つらかったんだろうな。
週1アメステージお願いしたいです。よーし、お願いします。よし、これでいい、大丈夫だよきっと。あー、なんかある？もうね、5分延長してるの。なんかあったら、まああと5分ぐらいならねえ。いや、滝に対してよ、ため息なんか。滝に対して今だったらなんか気持ち違うのかな。10代だったからね。え、10代かな。おい、え、ありがとう、なんかご褒美もらった、今になって。なんで？そう、45分が定時なんですよ。定時に帰りたいけど、今はなんて言うんだっけ、こういうの、残業です。今なんかいろいろやってんねっていう話をしてる。何やったっけっていうので私すぐ忘れちゃうから、一応ね書いてはいるんだけど、いじちさんのライブとかもね今月あったりするんだよね。そう、ライブありますから。なんかね、そういうなんか面白い系の歌ね、ぜひともね、こう、いや本当に誰か、僕作るぜ、私作るぜみたいな方がいつか現れたらいいな。そんな夢のような話あるかな。そしたらね、そんな歌引っさげて、私はもうブンブンペンライト振りたよね。コアラの生息地みたいな。ありがとう、この前のライブ良かった、嬉しい。アイドリングの歌結局歌ったらすごい好評だったっていうね。なんじゃそりゃ。でもありがとう、せっかくで覚えたものだからね。そりゃね、ペンライト振るよ、振ったりとか、なんかなんつうの、あ、もう瞬きが全然できない。コアラの生息地の時にめっちゃ踊りたいよね。コアラの生息地みたいな、どう？ダメかな。あの、ちゃんとレクチャータイムあるから、もうみんな踊るの、コアラの生息地みたいなことをやりたいね。アホみたいな、で、何だったんだろうあの時間っていうことしたいよね。最高でしょそんなの。うるさいよね、ごめんね、うるさくて。ん？怖い。怖いって言われた。怖いよね。え、いいよ、もう次回のライブはちゃんとペンライトとサイリウム持ってきた。いい、いい、コアラダンス、そう、コアラダンスでペンライトがいいから、その時まで撮っといて。一人赤タイツソング、ねえ、辛いね、それ。え？あー、そ、まあそうなのかな。デブのラジオ体操ね、私が一年の中で一番笑う瞬間だよ、ディフのサティスティック、なんだっけ、なんだかそんなっちゃう。この時計は30分後となるのか、さっきと曲違くない？また時計が鳴ってるんですよ今。終われと、そう言いたいのかお前は。戻す。ほんとマジでアラームあとチャイム、これアラームは突然にって歌作るわ。何アラームは突然にって、メモしよう、メモしとこう。なんかありがとね、時計、最高の瞬間になってくれて。なんか時計と喋る日が来るなんて思わなかったよ、ありがとう。まあこうやって言っとけば。いや感謝してて、なんで時計にクレーム、アラームにクレーム言ってないでしょうよ。私は時計に感謝したんだよ今。私と時計しかいないからね今この現場、誰もいない、時計しかいないからなあ。よし、私この番組後半になるにつれて壊れていきますからね、大変ですよそんなもんは。よーし、おしまい。もう10分、10分、あと5分ぐらいやっとく？
運営さんに感謝しようね。運営さんに感謝しよう。わあ、趣味の話とか全然してないね。やっぱね、コメント面白いな。全部拾っちゃうな。もういいんだよね、別に拾っても。私スタイルね、これが。会話になってないし、なんかなんつうの、おしゃべりになってないかもしれないけど、コメントを結構呼ぶスタイルだね、私の放送は。そうしよう、これは取っとこう、次にね。よーし、終わろう。終わりますよ、皆さん。終わるよ、もう終わる。なんかない？名残、名残系はない？ない。おつおーい、おい、もうなんなんだよ。面白いな、ほんと。え、ありがとね。いや、じゃあまずギフト読みましょう。コンコンって私がしたの、これ。ポンポンつって、なんでノックしたのかわからん。ありがとう、今日も。チタさん、乾杯。ご褒美冠。グルンさん、豚お疲れ様でした。ありがとう。北島さんもありがとう。お願いポーズ、もうすいません。ドドスケさんも、週一でアミエステージお願いしたいです。 MK さんもご褒美冠、ありがとうね。すごい、みんなにご褒美されたわ。来週ある？わからね。やりたいな、面白いね。おい、勝手に妄想して、梅子結婚しないでってきたんだけど、勝手に妄想して一言も結婚するとか言ってないの、なんだろうこの人は。面白い人だな。おい、終わるって言ってんのに疲れた未亡人って打つのやめなさいよ。なんて人だ、もうみんな読んじゃったよ。じゃあね、もう終わるよ。もう終わっていいんだよね。あ、そうね、あの次の放送ねの告知が、うん、ありがとうギリで。そう、次のほら、放送もチャンネルフォローしてくれればすぐ見ることができるから、フォローしてください、お願いします。私もフォローしてます、自分で。あ、今自分で見ればよかった、やっちまったぜ。よし、ありがとうございました。近々あるのは、伊地知さんのライブが3月24にあるのかな、やって、その次の日コントサークルがありますね。スナック梅子やります。その時かな、みんなに、皆さんの前に立つのは。そうですね、まあそういう感じでよろしくお願いします。今ね、私の相方さんも舞台とかやってますので、そんな感じで。知ってる？そう、次は、そう、私の次は、ん？相方が来るよ、スナック梅子に。よろしく。あ？じゃあね、ありがとうございました。バイバーイ。